皆さん、こんにちは。こんにちこんにちは。は。この度、フランスの、ユーイ専用 CAD ソフト、3デザイン。かれこれ、15年ぐらい経ってると思うんですよね、リリースから。この度、バージョン10が発売になります。先生、だいぶ変わってきましたよ。そうですね。もうだいぶ進化して、例えばスケッチを描かなくてもどんどんできてしまうというね、すごい機能がいっぱいついてますね。まあ、当時ね、だいぶ前ありましたよね。はい。4とか、はい。まあ、1からあるわけですはい。けど、まあ、あの頃から比べて、まあ、この間までの9もね、かなりのいいところいっぱいあったと思うんですけはど、い。はい。今度バージョン10ということでですね、とんでもなくいい機能がいっぱいついてるということで、先生はフランスでいろいろ勉強して感動してましたけど、とうとうリリースになりますね。そうですね。フランスと今オンラインでつないで勉強されてるんですか？そうですね。いろいろ、はい。勉強させていただいてます。今日はですね、アンバサダーのめぐみさんと、の先生にですね、来ていただいて、その辺のね、新しくなった、V10 のですね、ちょっとした情報を皆さんにお届けできればなと。リリースの方は、8月の、2日になってますので、その前にちょっとですね、機能の方を説明していきたいと思います。先生、どうでしょうか？はい、わかりました。だいぶですね、スケッチを描かなくてもどんどんできてしまうという機能がいっぱいつきまして。スケッチって2D の最初のそうで断す。面とかそういはう、い。もういきなり作れちゃいます。必ず必要なところですよね。そうですね。ですからもう本当に素人さんでも、もう CAD を使ったことない人でも多分ちょっとしたことで作れるようになると思いますね。そ覚れえるだすけでら書かね。なくていい。まあ、ジュリーで使う、そもそもの、例えば、コーマルとか平押しとか、なんかもうそういうものがすぐサッとできちゃうっていうことですそうよですね。断ね。面は書い。かなくていいっていうはこと。い。標準スケッチがかなり保存されている、データがあるっていうことですよね。コーマルとか、そうで平打すちのね。フィレットかかったものとか、かなり先ほど少し見せていただいたんですけどはい。も、この保存作業だけでやっぱ何十時間とかね、100時間以上おそらく森本先生がかけて販売してたものとかも含めて情報として入ってくるっていうそうことですよでね。すね。なるほどね。まあ、今日ちょっとね、限られた時間なんで、ちょっと2、3、こう、今の機能もそうですし、まず代表的なものを説明していただいて、その中からちょっとね、限られた時間の1個かぐらい見れたら、そうですね。先ほ見せどのていただリいンて。グ形状のところとか多分すごくそうで参考すになるね。と思うので、では画面を早速切り替えていきたいと思います。まずですね、この辺いっぱいリング形状増えてますね。こういったダイヤのマークっていうのは、新しい機能で、スーパーアクションっていうんですけど、自分でこういったアイコンが作れるようになってるんですよ。まあ、画面がもう変わってますね、だいそうぶ。ですアイコンね。が前よりかシなンプり、ルになってますね。なんか漫画っぽくなって分かりやすくなってる気がしますけどそうね。ですね。まあ、前から漫画っぽかったけど。ちょっと立体3D がかってたので見づらかったんですけど、割と線で描かれたアニメーションになって軽くなってますよね、これも情報としそうて。ですね。まず、そのシステム自体をだいぶ変えたので、計算能力もかなり早いです。それと、立ち上がりなんかもすぐ、立ち上がりますね。そういったところすごいですね。多分、そうですね。ブーリアンなんかは今までの3分の2強くらいの時間でできちゃいますね。ですからかなり早いですね。で、まあ画面変わったっていうのは、4K とか、その辺にこう対応するようにできたんですよね。で、線なんかも前よりでだいぶこうシャープに、綺麗に入ってますよね。こういった線もね。まだちょっとギザギザギザーっとしてたんですけど、非常に綺麗になってますね。で、まあ、アイコンっていうのかなり増えてます。で、まあ、ちょっと説明しましょうね。例えば、新しいアイコンなんですけど、結婚指輪なんてのこうできまして、開くともう断面入ってて、カスタムなんかも自分で作れるようになってて、例えば5の断面を選ぶと、パッとこう変わります。必ずこの辺使いますもんね。そうですね。リこンこグやで、るとき。まあ、日本サイズだと、パッとサイズ変更すると、パッと変わります。もちろんこの断面に変化を加えることももちろんできそるうでんですすね。ね。パッと変化する。これ例えば3のカスタムとかもできるんですか？これ3選そうんですでね。てまあ、カス今、タちょっとムっカていスタうムの。の断面書いてないからですけどね、できますね。カスタムっていうのを押すとどうなるんですか？自分の断面選べるようになるってことで
なるほど、なるほど、はい、あ、じゃあ断面曲線今まで通り書きたいときはということですね。そうですね。はい、でもこれだけ鋼丸の種類あるだけですごい楽ですよね。そうですね。幅と高さだけでできてしまう、はい、やっぱりサイズ変更もすぐできますし、うん、幅の変更高さの変更もすぐできるってところやっぱりいいですよね、はい、そうですね。もうこれだけで、はい、あのほとんどね、ウェディングのことをやってらっしゃる方とかソフト買ったら稼働が難しいっていう簡単じゃないですか。そうですね。もう本当に簡単になってますね。 1時間でできてしまう感じですね、はい、このレベルは。そうですね、はい。で他にもですね、例えば今まで授業で使ってたこのカクカクしたリンゴ、うん、はい、これなんかも今まではあのスケッチを書いて作ってたんですけど、うん、もう作らなくていい状態になってますね。これちょっと面取って作ろうとしてたんですけど、こんな機能ができてしまったのですごい楽にできてしまうなと思って。そうですね。で、まあ面を例えば8面にしたければ、うん、8面にこうすれば8面になりますよね。で幅なんかもここから3ミリにこう落とそうと思ったらすぐですよね、うん、この厚みもそうですね。パパッとこう、まあ、こういうベーシックなものを作った上でこれからまたいろいろ変形していけばいい、うん、そうですね、はい、まあここで例えば OK を出してもらって、うん、例えばフィレットかけたければフィレットをかけてもらえばいいですよね、うん、ここで例えばね、この両側の線を選んでもらって 0.3 ミリとか、はい、これで簡単にほらフィレットかかりましたよね。あー完璧ですね、はい、はい、もう簡単にこうできちゃうね。すごいですね。これは僕でもできそうです。できそうでもできます。ちょっとダメな、もう買っていただいていきなり道具として使っていただくね、そういったギャップに極まってますね。いや、でも本当に難しいってね。はい、どうなんでしょうかね。今まではそうだったですね。でも今はもう難しいとね、やっぱしね、続かない人もいますね、うん、もちろんね、奥行きは絶対なきゃいけないんで、はい、入り口がまず使えなくてお手上げって方がいっぱいいらっしゃったと思うんですけど、はい、まずはね、作れる簡単なものから作れるっていうところがギュッと近くなって、はい、もちろん応用力がないと、え、何それみんな同じじゃんってなっちゃいますけど、はい、それは今まで通りギュッとボリュームがつけられるということだと思います、はい、そうですね。秋の、展示会から多分本格的に、はい、あのそうですね、この授業のジャパンデイリーフェアが今年は甲府で、はい、9月の頭に開催されます。その期間中に、詳しいセミナーを、またお届けしようと思っていますので、はい、皆さんぜひ、ご期待いただければと思います。楽しみにしていてください、はいはい、そして発売が8月2日ですから、はい、まあ、いろいろと興味ありましたら、ぜひスズホーの方にお問い合わせしてはい、ればと思います。また時間があればね、はい、ちょっとこういう短いハイライトを流せたらと思いますので、うん、ぜひご期待ください。はい。はい、今年も補助金とかを活用した、はい、購入もいろいろスズホーの方相談乗っていただけるということですよね。そうですね。はい。営業の担当者がいらっしゃる方は、はい、直接取り合わせていただいて、はい、学校の方にでも。そうですね。新しいことをやろうとすると、必ず補助金に当たるというような感じだと思いますので、ぜひ相談いただければと。はい、では、はい、じゃあ今日のところ、今日のところはこんなところで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご期待ください。